結果が出るかもしれませんね。どっからどういう攻撃してくるかもうわからないですから、そうです、ね、常に集中ですよね、はい、どっからでもやっぱり攻めるような選手がいるので、はい、まあ、それはまあディフェンスは大変かもしれないけども、はい、ただこちらもね、やっぱりこう伝えてくるんだけど、はい、やっぱりどっかで、サイド、はい、クロスとかサイドのボール、うん、でそこから早く攻める、はい、右サイドって空いてるんですよ。あ、右サイドが右サイド、後ろの右サイドが空いてるんですよね、はい、ですからやっぱりそれをしっかりやって早く攻めるっていうことが大事だし、だから今日あの松村選手が目立った、七選手とかが目立ったんですかね。七が目立ったね、左行きなんで、あ、なるほど、どうしてもこう困っちゃうんですよ。なるほど、中に発展して上げてもいいと思うし、なるほど、シュートしてもいいと思うんですよ。あ、ちょっと後半そこちょっと見てみたいですね。そう、そういうね、思ったことしてないと、うん、やっぱりなかなかチャンスを作れないかもしれないですね。メリハリですね、はい、あの小平さん、これ僕どうでした、あの、まあ、もちろん繋いで繋いで繋いでますから、たまにはドクター選手の一発で1-2-3なり、まあ、特にね、裏側はね、完食だったんで、はい、キックもなかなかね、裏をこするようなキックができなかったので、なるほど、まあ、後半ね、風邪気なんで、はい、可能性もある、可能性ありますよね。まあ、でも余計なこと言いましたけど、でもそれもありますよね、メリハリでも狙ってますよ、はい、ただやっぱりそういうこともあって、はい、やっぱ長いボールを蹴るっていうのはね、うん、まあ、ちょっとボールが勢いが収まっていく、なるほど、なかなか狙いづらいと思いますね、はいはい、さあ、とはいえ絶対勝たなきゃいけない試合ですから、そうですね、お、可能性は全然ありますよね。まあ、スピードまず1点入れて同点して、はい、それでその後勝ちっていうことなので、まずは同点、まずは追いつくことですね、大丈夫、 OK です、はい、必ず、そうね、あとは1点を打っちゃう、打っていく、特に今度はね、風が見たんで、はい、遠くから打って、もしかしたら上がって入るかもしれないし、そうですよね、まあ、そんなスピードな、はい、あのアクションしてほしいですね。セレッソはやっぱそれもあってボンボン打ってましたもんね、はい、特にね、神々なんで、なるほど、はい、後半、うちのチャンスですね。